リアプールエンドウ、ガッチャ、1日で松葉杖から卒業してしまう、www。本日、リアプール公式がアップした動画でエンドウは普通に復活。前日までは松葉杖だったが、何事もなかったかのように階段を登って練習場へ向かった。もはやピッコロの回復力で草。激甚って言葉でも物足りない www。予防のために足固めて松葉杖つくのはよくあることよ。さすが、過去3シーズンの中で負傷離脱がゼロの男。ティアゴと侵略の耐久力で草。怪我の松葉杖というよりは予防のためとはいえヒヤッとしたよね。遠藤が離脱したらリアプール厳しいって。怪我人多すぎて離脱してる人集めたらもう一つビッグクラブ作れるのおもろい。マネキシチ。先日のカラバオカップ決勝でカイセドに左足首を踏まれて負傷したと思われていた遠藤。セレモニーも足をかばいながら歩いていたが、ちなみにクロップは遠藤のことをマシーンと絶賛していた。固定が取れただけで怪我してないとはまだ断定できないぞ。あんだけ足引きつってたのに怪我なかったらマジですごすぎる。でも120分フルで戦ったのは事実だからサウサンプトン戦は休ませてほしい。帰りの飛行機で寝たら全部の毛が治るんか笑い。遠藤のこのタフさも大きな魅力の一つよな。脳震盪になった次の試合でフル出場してた男だ。面構えが違う。トリアスだったら今季絶望だったと思う。絶対に離脱しない男。